日本学術会議の件。相変わらず国会で無駄に追及してるみたいだね。そして国会前でもお決まりのデモが始まってるようなんだよ。日本学術会議の会員候補6人を菅首相が任命しなかった件で、学者や市民ら約800人が3日、東京永田町の国会議事堂前の歩道に集まり、学問を守れ、自由を守れ、などとの抗議の声を上げてるんだって。中には、かつて日本学術会議の会員を務めた、海野民江、お茶の水女子大名誉教授も登壇し、任命を外された人は名誉を傷つけられた。尊厳が奪われても一切説明されないと、ますます心の傷は深くなる、と訴え、直ちに任命するよう求めたみたい。もううんざりだ。マスコミと特定野党が結託し、そして市民を先導して国会前でデモ活動。毎回毎回この流れ。なんか写真を見る限り、お年寄りばっかりだし。ネットでも、なんでこんな攻撃的なの？軍事学問を禁止してきた日本学術会議が学問の自由を奪ってきたのが現実やろ。めっちゃ守られてんのに何言ってんの？正直に税金の甘い汁くださいって言えばいいのに。答え合わせかよわら。草。いつもの連中いつもの行動パターンでほんと草。日給いくらで雇われたんですか？就職付きですか？交通費は実費ですか？次は僕も誘ってください。民主主義国家だからこそ総理大臣に人事権があるのだろう。学問の自由を理解してないようだな。義務教育受けたのか。学術会議なくなっても学問に不自由しませんよ。むしろそっちの方が日本にとってプラス、などなど批判の声多数。まあそれも当然だよね。だって市民がデモで訴えてるのは、学問を守れ、自由を守れ、だからね。どちらもすでに守られてるから。学問を守れ、自由を守れって意味わかって言ってるのかな。日本学術会議任命拒否の件は、すでに菅首相が国会で述べたでしょ。それが答えなんだよ。とにかく日本学術会議に関しては、しっかりと真っ当な判断を行い、民営化、もしくは解体でお願いします。国民が納めた税金を、こんな人たちに好き勝手に使われたくないからね。何卒よろしくお願いします。